こんばんは、速稼塾の久保です。今日はね、花嫁の龍馬さんからとってもいい、ご質問といいますかね、課題をいただきました。私の優先順位ってやつですよね。まあこれね、まずね、人生の優先順位っていうのを私設定したのがあるんで、それを聞いていただければと思うんですよ。まあ大体私は10歳まではちょっと何の意識もせずに生きていたんですけども、10代ではね、私何やってたかっていうと、体力ですよね。10代ではとにかく体力をつけることばかりをやっていたような気がします。これは偶然です。もう物心ついた時から地域の野球のチームに入ってて、まあ腕立てするようなね、ジョギングとか腕立てとか懸垂とかやってたわけなんですけども、もともと体がでかいんで、学年の2つとか3つ上のその人とね、同じぐらいの体力なんですよ。幼い頃からね、10歳ぐらいの時から、まあ、そうなると、まあ、体格とかバネとか瞬発力とか、まあ、総合的なものもあるんですけど、まあ、度胸ですね。まずは年上にもビビらない度胸とか、結構まあ向かっていく人間だったんで、その代わり下にはちょっとね、支配はするけども傷つけないみたいな自分なりのモラルがあって、自分よりも力が弱いやつは、まあ、支配はするんだけど、まとめるんだけども、威張るんだけど、でも傷つけないようなね、守ってあげるみたいな感じでやっていったと思います。それは少なくとも意識してましたね。で、上に向かっては年下だからって威張んなよって感じですよね、まさに。まあいろいろあって、野球部も中学入りましてね、でもやっぱりこういう性格なんで、先輩とはあんまりうまくいかなかったっていうかね、プイッといなくなったりとかして、腕立て100回じゃって言われたら200回やってね、もう鼻をかしちゃったりとかね。でその頃同時に空手も始めて、とにかく気に入らなかったらもう拳がボカンと出るような感じで、まあ、そういった裏付けがあるんで、野球部のしごきもですね、結構突っ張ってるっていうかね、気に入らなかったらどっかで手出してやろうと思うんで、反発とか反発して、でもやっぱりこう先輩に課題与えられてね、トレーニング与えられて負けるのも悔しいんで、もうその10倍ぐらいやるつもりで、10倍もできなかったんですけども、100やれって言われたら200回を目指してね、500やれって言われたらもう1000回を目指すような感じでしたね。まあなんかね、そういう意味でほっぽり出すというよりも、もうね、このぐらい俺はできるんだ、お前できないだろみたいな感じでやっていた気がします。まあちょっとすみません、話が脱線したっていうかね、ついつい思い出話が長くなっちゃうんですけども、10代の頃はそうやってね、振り返ったらですよ、10代のことはそこまで意識してなかったんですけども、振り返れば10代の頃は体を使うことばっかりやってましたね。で、重労働のバイトとか結構好きだったですよね。引っ越しのバイトとか高校生の時やったんですけども、仕分けのバイトとか、重い箱をね、何個もこう積み下ろしたりとか、20キロ箱2つぐらいこうやって持ってね、もう走ってこう仕分けしたりとかね、なんか知んないけどウォーリャーって感じでしたね。もう頭がダメだから体使ってやるぜみたいな、まあ、その頃見ていた漫画の影響もあったんでしょうけどね。やっぱ少年ジャンプとかマガジン読んでると、とにかくね、番長ものばっかりだったんですよ当時は。で、まあすごく番長に憧れていて、学校を閉めるみたいなね、そんな気持ちがあったんですけども、すでに私の時代でもその番長制度はちょっとなくなっていってですね、そのいわゆる生きがってるのがかっこ悪いような文化がだいぶ出てきまして、私の住み心地はすごく悪かったかなというところがありますね。まあ、そういうことがあって10代は体力を作ってました。それが優先順位です。20代ではね、志っていうものを探してました。それが私の優先順位でした。何かをやろうと思ってね、何か、私はもう30代で年収1000万を超えて、20代のうちに独立して30代で年収1000万を超えるっていうふうなぼんやりとした目標を持ってましたね。20代ではそういうふうな形で志を持ってました。で、30代は事業をしようと思ってました。とにかく生きていくには金がいるから事業をしようと思って、30代ではとにかく商売を、いろんなことをやってましたね。会社を辞めてバタバタと商売して、常に自分の代表取締役の名刺を持ってあっちこっちに、まあ、営業に行ったっていう感じですね。まあ、仕事は全く取れませんでした。本当にバカでしたね。で、40代になって私はね、お金ですね、まあ、お金を優先順位に置きました、40代になって。というのが、40歳になるまでに積み上がった本当借金をそろそろ清算しないとなと思ったのと、今金を作れなかったら50代ではまあ無理だなと思ったんですよ。まあ、ですんで40代からなんか金になる方法っていうのをね、やってみるかってことで、まずはインターネットを使ってみたら、まあ、そのまんま今に至ると、上手にいったわけですよね。じゃあこれからですね、50代60代70代どんな優先順位をつけてるかっていうと、50代は家庭ですね。もうすでに始めてます。前倒して家庭を作ることに、かなりね一生懸命になってます。で、私もそうは言っても自分の家庭があって、まあ両親の家庭の一部だったわけなんですけども、多分50代のうちに両親とはお別れをすると思うんですよ。
まあ、これはもう避けがたいことなんでね、覚悟はしてます。もともと20代で家を出るときに、まあ、死に目には会えないことを覚悟してね、多分もう二度と会うことがないというふうにお別れを言って出てたんですよね。まあ、それで40代はお金で、50代は家庭ですね。で、60代では何をするかというと、やっぱり60代ではね、後継者を見つけたいなと思ってるんですよ。後継者をこいつにしよう、もしくは50代とか40代のうちに後継者になりそうな人をチョイスしといて、で圧倒的な、ね、信頼と圧倒的なこう関係を作っておいてね、もしかそれが自分の子供かもしれませんけども、分かりません、まあ、後継者を60代では探していきたいなっていうのが60代の優先順位。70代ではいよいよね、その後継者に10年がかりぐらいで全てを継承していこうかなと思うんですよ。精神とか事業とか投資とかそういったもの全てね。で、私以上の、まあ、一つのパーソナリティをこの世の中に残していきたいなと思うんですよね。考えてみたら、生きてるうちっていうのは人からいろんなものをもらって生きてますよね。でも死んだ後っていうのは、私が世の中の誰かにしたものが多分残ると思うんですよ。だから生きてるうちはもらって、死んだ後は自分がアウトプットしたものが残るのかなとぼんやり思ってますよね。まあ、そうならなければならないってことはないんですけどね。まあ、それで80代です。80代でいよいよ私は余暇を過ごそうかなと思ってます。こんなスケジュールですね。10代から体力をつけるっていうところからね、始まって、80代で私は余暇を楽しもうかなと思ってますね。まあ、それが私のね、大雑把な優先順位ですね。で、まとめていくと、その忙しいとね、どんなことも心を込めてできないと思います。例えば時間に追われるって言葉がありますけども、例えば今ね、夜8時41分ですけども、これ明日の朝6時に起きて何かをしなければならないって決まってると、もうそろそろ明日のことがちらついてね、忙しくなっちゃうんですよ。あ、早めに済ませないとみたいなね。でも今私は動画を撮って、心ゆくまで、最後までね、花江龍馬さんに伝え切るまでこれは終わることができるなと思うんで、右行ったり左行ったりする余裕もあるんですけども、まあでもこれ半分はね、花江龍馬さんの時間も考えないといけないんで、まあ1時間とか2時間のトークではなくて、そこそこコンパクトにね、10分なり15分なりまとめないといけないなと思ってるわけなんですけども、まあ、人生はね、暇じゃないとその進まないなと思ってるんですよ。私がアフィリエイトをできたのも、経営者をしながら自分のお店とか会社は部下に任せて、私は何一つしなくてもキャッシュフローが回るようにね、できたからだと思うんですよ。もちろんキャッシュフローがその時は全部マイナスだったんでまあ、な、余裕がね、こけないわけですけどもね。でも私はアフィリエイトを攻略できたのは、出勤がなかったとかね、義務が全くなかった、何か自分に作業が発生したら部下に振ることができたっていうところが大きかったかなと思います。まあ、おかげで部下に振りすぎて、その社員以下ね、部下は全部離れていったってことがありますけどね。まあ、ただアフィリエイト攻略できたのも、私に時間が絶え間なくあったからだと思いますし、それからですね、24時間顧客対応ができた、熟成さんをお迎えできたのも、深夜だろうが早朝だろうができたのも、私が暇だったからだと思うんですよ。そしてですね、最近なんですけども、 FX が攻略できたのも、本当にね、年の単位で私はね、暇だったからなんですよね。もうこれから1年2年3年と何をやっても自由だなと思って隠居暮らしに入ったんですけども、そうなるとね、今までずっと頭の隅にあってできなかった FX の攻略ができるんじゃないかなと思ったんですよ。で、気が済むまでみっちりと1年間やりましたね。まあ、そうするとね、やっぱりね、見えてきますよ、さすがに。ここまでやったら多分ね、 FX の勉強とか投資の勉強って言ってスクールに通うにしても、私以上にやった人はいないと思いますね。私はとにかくね、寝てる時間以外は全部ね、投資に使うことができたんで、このぐらいじゃないとやっぱりね、一つのことを極めることはできないと思いますし、人生は暇じゃないとやっぱり進まないなって改めて思いましたね。だからね、幸せっていうのがイコール自由だとしたら、前回答えましたけども、自由っていうのはね、結局ね、一言で言うと暇ってことなんですよ。暇じゃないと幸せを感じれないし、幸せを表現できないし、幸せを受け取ることができないんですよね。もちろん忙しい中でされる方もいると思いますけども、これから言うことをね、考えると、あながち私が言ってることもね、変な話じゃないなと思うんですよ。例えば私ね、暇だから自由だから幸せを感じるために、まああれですね、まあ、40代も後半になると親孝行みたいなことがしたくなるわけですよ。まあ、そうなると暇じゃないと両親のところにも行けないし、両親と過ごすにもすごく暇じゃないといけないしね。それから自分が暇だけではダメなんですよ。周りの人も、今回の場合は両親ですけども、両親も暇じゃないといけないんで、両親がね、今70代のもう後半ですけども、例えばですよ、今70代の後半にして何かの事情で働いているっていう状況を見たときに、私が両親とね、過ごそうと思ったら、両親のその働かないといけないっていう状況を私の方が肩代わりしてクリアにしてね、
暇にしてあげるってことも今ならできるわけなんですよ。まあ、おかげさまでうちの両親は2人とももう本当の隠居暮らしで時間を持て余してるんでね、私の暇と両親の暇とか合致してるんで、もういつでもなんかこういろんなことがね、いろんな昔の誤解とかが解けるわけなんですけどね。だからその両親に対する恩返しでもないですけどもね、心残りも全て紐解けてね、本当にいろんな話ができたし、いろんな誤解が解けたし、私の突っ張っていた精神ですね、10代20代の頃の謝罪もできたかなと思ってるんですよね。で、自分の家族です。私は今ね、朝から晩まで本当に24時間子育てにべったりしてるんですよ。こんなね、40代は珍しいと思いますよ。通常は朝出勤して夜帰ってきて、自分のね、家族の子供の寝顔を見ながら、そそくさとお茶漬けをすすってね、で持ち帰った残業を1時間2時間片付けて深夜1時ぐらいに寝る、そしてまた朝6時ぐらいに起きるっていうのが、この40代後半の脂の乗り切ったね、現役世代のスケジュールだと思うんですけども、私の場合はもう起きた時から子供ですよね。で、家族、奥さんですよね。で、その家族、今は奥さんと私と子供ですけど、3人でどこまでも暇ができるんですよね。暇すぎるんで、今日も予定がないから、じゃあちょっと川にカモでも見に行こうかっつってね、田舎道バーっと行ってね、カモがいるかなと思って見て、カモがいたら、わあ可愛いねとか言ったりね、やるわけなんですよ。で、しばらくしてね、カモちゃんがどっか行っちゃったら、じゃあ次のところ行こうかっつって、こっちの沼行ったりね、こっちの川っぺり行ったりとかして、お腹空いたらね、この辺になんか美味しいパン屋さんがあるって、なんか Google で見てやろうって言ってからね、 Google で探してそのパン屋さん行って、あれ休みだったねって感じで、じゃあしょうがないや、こっちの定食屋探そうかみたいな感じでね、本当にね、その時その時に、まあ、予定が決まるって感じですよね、風向きとともに。で、この時間の使い方っていうのは非常に私向けであって、自由であり幸せであるんですよね。かと思ったら、仕事をしたいなと思ったら仕事を一生懸命する自由も時間もあるんですよ。で、今私はね、8時47分ですけども、実は今ね、起きたところなんですよ。で、今日のね、睡眠はね、6時半、夕方の6時半に寝て、1時間2時間ほどね、ぐっすりと眠った後起きたんで、まあそろそろ自分の作業しようかなと思ったんですけども、まあ、奥さんと子供はとっくに寝てます。奥さんと子供っていうのは大体8時にはね、もう寝てるんですよ。うちの家庭は8時に寝てます。夕方5時に夕食です。で、お昼12時に昼食です。朝7時半に朝食です。このサイクルはずっと変わってないんですよ、隠居暮らしして。で、しかも私はお風呂が好きなんで、朝起きると必ず風呂入るんですよね。まあ4時とか5時とかですよ。で、夜も必ずお風呂に入ります。お風呂に入るのは大和君と一緒なんでね、大体6時ぐらいなんですよ。こうやって風呂に最低でも2回入ります。外出した時は帰ってからすぐにお風呂です。お風呂は1時間ぐらい入るんですよ。で、私温泉が好きなんでね、Google Earth でいろいろ検索しながら気になる温泉があったら、まずそこに出かけていくんですよね。いきなり出かけます。ちょっと温泉行かないみたいな感じですよね。それが私のライフスタイルなんですよ。でも、そうは言ってもいろいろやりながら、時間がポーンと空いてね、本当に暇な時に、あ、このシチュエーションでちょっと動画撮りたいなって思うわけなんですよね。だから、まあ私一人でね、部屋を変わって家族とは違う部屋に行って、そこで動画撮るとか、で、誰もいない時はこの部屋で撮るわけなんですよ。そういうふうなスケジュールですね。だから一日の優先順位って、家庭、家族、それから両親、子育て、これが混ぜこぜになってそこにあるって感じです。まあ、ですんで、私はね、究極はね、人ってどんどん孤立した方がいいと思うし、孤独こそ最強なんですよね。誰も必要としない、どんなものもいらない、誰に嫌われても大丈夫、この状態でいくとどんどん家族に なってくるのかなと思いますね。で、自分の必要な世界っていうのは実は本当にちっちゃいところでいいんだっていうふうに気づけると思うんですよ。で、あとはですね、広い世界の中に少しずつ関わってる人がいて、で、私の場合は速稼塾ってものが自分の世界ですから、 YouTube と Facebook を通じてできた速稼塾ってものですけどね、これが広いんだけども、そんなにね、なんですかね、束縛されないんですよね、お互いに。それはインターネットのおかげなんですけども、たまに Zoom ライブとかしますけども、その時はものすごく楽しくやらせてもらいます。リアルタイムで人とつながってるって瞬間がそのぐらいしかないんですよ。あとはね、常に過去の、今回でしたら花井龍馬さんの動画を見たのも、花井龍馬さんが動画を撮ってアップロードして、数十分前とかね、数時間前の花井龍馬さんに会ってるって感じですよね。だからね、人の過去と付き合ってるっていうふうな概念なんで、だからぴったり一致してないんですよね。だからそれが私にまた心地いいかなと。で、リアルタイムで過ごしてるのは家族だけなんですよ。
でこういうふうな感じですかね今ね。で、ちょっとそろそろ話をまとめていかないといけないと思いますけども、私はそういうライフスタイルの中で常にね、ああしたいこうしたい、何か問題を解決したいって思うとき、自分に対しても、それから視聴者さんや塾生さんから来た相談事とかをね、常に解決してるっていうのは1日のうちで24時間常に回ってるんですよね。私は常に何かを解決してる、攻略してるんですよ。で、解決したり攻略するとそれがコンテンツになります。コンテンツは何かっていうと問題解決っていうことなんですよね、きっと私にとっては。コンテンツってのはもともと中身って意味があるんですけども、じゃあコンテンツの中身って何って言ったら、何かの問題解決をしている動画であったり、何かのヒントになっている発信をしているっていうのが私の動画の全てなんですよ。だからね、私どんな動画にも必ず A を B にしましたっていう問題解決を必ず入れてる、もしくは B はどうしましょうかっていうふうな問いかけを必ず入れてるんですよ。そしてその問いかけをしたのと同時に、私はこう思う、こういうふうに解決してきたっていう回答も最初に申し上げてるんですよね。前回だから幸せって何でしょうかっていうふうに金谷龍馬さんに聞いたときに、私はね、幸せは私は自由だと思ってるんですよっていうふうにすぐに回答を言うじゃないですか。で、これなんですよ、いつも。私は常に自分が答えが出たことを人に問いかけてるんですよね。で、しかもその答えっていうのは変わるかもしれないっていう前提のあることもお伝えしてると思いますし、私は本当にそう思うんですよ。あなたは言うことがコロコロ変わるねっていうのはすごくいいことだと思います。経験や新しい知識を得たりすると考えが変わって当たり前だと思うんで、逆に言うとね、ずっと同じ考えってことは何の進歩もしてないとも言えるんですよね。もちろんあまりにも真実が強く打ち立てられていて、考えを変える必要がないっていう方もいますんでね。だから考えが変わってないからといって全てを否定するものではありませんけども、やっぱりね、私が幼い頃思った石の上に3年っていうのも、使いようによっては石の上に3年じゃダメなこともあるんだろうなと思ってるんですよね。ということでね、まとめの方に入っていきますけども、私は常に何かの問題解決をしようとしてますし、何かの問題解決をしているんですよ、24時間。それが優先順位の一番上にあるかどうかはまだ分かりませんけども、ただね、私がこうやって自由とか家族を満喫してるのは、問題解決をしてこっちの問題解決もして、あっちの問題解決もして、いろんなものを攻略した結果、そういうふうなことができてるってことだと思うんですよ。で、横を見てるとね、横っていうのは同じ年代を見てると、住宅ローンが20年以上残ってる48歳ばかりです。それは当たり前なんですよ。私の方が異常なんですよ、どっちかっていうと。20代で住宅ローンを組んで、そして48になってもまだ住宅ローンも残っていて、平均で住宅ローンが完済する年齢が73歳ですからね。そう思うと、今私はね、40歳に家がなくって買おうと思わなくて、45歳で急に一括で買ってローンが一切ないというね。で、そういう暮らしっていうところからして、ちょっと私も異常だと思うんですけども、ただね、常識的な人間にならないっていうふうに決めるとしたら、異常な人間になるしかもう道はないんで、自分は異常だなっていうところで自分のアイデンティティが、つかめてるかなってことなんですよね。さあ、それでね、問題解決のこと今お話ししましたけども、優先順位のこともこれでなんとなく分かっていただきたいと思いますけども、10代から80代の優先順位はそんな感じです。その時によって決めた優先順位は違います。で、10代で体力って言いましたね、20代で志って言いましたね、10代で体力がついてなかったら多分20代でも疲労になっちゃって志が、精神が強く持たなかったと思うんですよ。私は10代で肉体を徹底的に鍛え上げて、いろんな勝負にちょっと乱暴ではありましたけども勝ち抜いてきたっていう自負があるんで、もうね、20代では志を立てていこうというふうなことができるようになったんですよ。もし私がね、貧弱であったりとか体力的に負けることが多かったら、多分ね、志っていうのはそんなに強く打ち立てられなかったと思います。結果、30代で事業を始めようという気にもならずに、どうせ事業やってもな、負けそうだしな、ダメだろうかなっていうところでやらなかったと思うんですよ。私は30代でね、事業っていうのは一回も黒字になったことがないんですけども、でもね、敗北したっていうふうな思いに駆られたことは一回もなかったですね。これをくぐり抜けて、この惨めさにも俺は打ち勝つぜみたいな、この貧乏でも俺はへしゃげないぜって感じで、どんなね、惨めさにも、どんな悔しさにも一回も負けたことがないっていうのが私は30代の自負なんですよ。負け惜しみですけどね。で、40代でたった一つのブレイクが全てを帳消しにしてくれたというね。だからそういう意味で言うと、私はそのバカなんですよね。で、バカっていうのは自分がうまくいってないこととかバカなことをやってることに気づかずに何回でも挑戦するんですよ。そのうちにたまたま1個か2個当たるんですよね。まさに私はその人生なんですよ。うまくいきそうだからやるとかね、これは成功が確定してるからそっちに進むっていうことじゃなくて、私はね、結果にとらわれずに行動すること、何かに向かうことの方がものすごくね、痺れるんですよね。で、結果ばかりを見るとそっちの方にね、急いでしまったりとかね、ズルをしてしまったりっていう気持ちが出てきたり、結果が手の中に入らないことに焦ってしまうんで、結局ね、回り道になるんではないかなと思うんですよ。
まあ、ですので私はね、その結果に向かうこと自体が、その意思がね、まあ、人間参加なんだろうなと思うんですよ。人間のすごく価値があるところ。もうね、勝てるからとか負けるからとかって結果から入るんじゃなくって、そこに向かうことがすごいなと。で、遠足とか旅って目的地に着くまでがすごくワクワクするんですよね。目的地に着いちゃうとどうってことないわけなんですよ。よく富士山で出されますけど、富士山って遠くから見て向かってる時はね綺麗なんだけども、登っていくともうなんか富士山どこなのって感じですよ。富士山の美しさが登っちゃうと見えないみたいなね、そんな感じがありますね。私もだからね、夢に向かう姿ってとっても素敵だなと思うんで、まあ、夢っていうとちょっと陳腐になりますけどね。今家族っていうのを私はねまだ作ろうとしてる段階で完成してません、もちろん。で、大和くんもどんどん育っていくんでね、捉えようがないですし、私の両親はねこれからどんどん衰えていって多分死に向かうでしょう。人間っていうのは死をもって完了しますんで、まだ未完成だと思ってるんですよ。そういう感じでね、家族っていうコンテンツは私の人生にとってむちゃくちゃ面白いネタなんですよね。で、それに比べるとビジネスとかお金のことなんていうのはちょっとかすむんですよね、正直ね。そこまで興味が持てないっていうことになります。もちろんビジネスマンとして一流になりたいと思った時期がねありましたんで、そういう時期が人にはあるんだと思いますけども、あの隠居っていう立場になってみると、この暇な時間をね一番優先しないといけないなと思ったんですよ。だから暇を崩したくないなと思いますね。そう考えていくとね、起きてる時間がものすごくね暇で楽しいんで、あの寝るのがもったいなくなっちゃいますね。暇なんで、この暇がすごく楽しいんで、だから寝るのがもったいない、だから眠くならないんですよ。なかなかもうショートスリーパーですよね。寝るのも楽しいんでぐっすり眠る時もありますけども、眠りが深くって2時間3時間でポンとね跳ね返るように起きちゃいますね。それで私のメールボックスや YouTube のコメント欄には常にコメントが数十件から100件以上常にですよ、起きて開くとあるんで、まあ面白いですね。そのコミュニケーションが飽きることがないという感じですね。まあ、だからね、全て、まあ、思い通りになってるなというところはあります。あとはあの私が気づいてないね、私の欲望にもっともっと耳を澄ましていかないといけないかなっていうところですね。はい、まとめと言いながらかなり長くなっちゃいましてすみませんでした。まあ、ということでね、私の優先順位っていうのは今その家族にあるってことかなと思います。そしてこれはもう変わることがないと思います。家族っていうものはね、なんか一人でも家族だと思うんですよ。私は一人暮らしの時でも自分一人の家族、家庭だと思ってました。それがメンバーを増やしていくっていうところは、そうですね、会社を作った時に社員が増えていた喜びも似てますし、それから速稼塾ってものがね、最初の塾生さん1人が入塾して、それから100人を迎え、300人を迎え、400人、500人、1000人を突破した時、そしていつの間にか47都道府県全都道府県に塾生さんができた時、海外にまで広がって14カ国にアメリカ7つの州に8人の塾生さんができた時に、あ、家族ってなんか増えていくの結構楽しいかもなと。しかも自分の力量で止まるわけなんですよ。今私の速稼塾の塾生さんっていうのは1000名ちょっとでね止まってるんですよ。というのが、新しい人が入ってきても初期の頃の人って関わりがなくなっちゃうんで、だいたい1000人前後なんですよね、常に。だこれが私のフィールドなんだろうなと思ってるところですね。そしてその中に花井龍馬さんがいてくれるっていうのは、私はねすごくね心強いなと思ってます。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。そして花井龍馬さん、花井龍馬さんの優先順位っていうのはどういうふうになりますかね。あ、というよりもちょっと質問変えましょう。あの自由ってのはどういうことか分かります？私はね、自由は言いましたけど暇ってことだと思うんですよ。花井龍馬さんに対しては自由ってのはどういう概念なのかなってことを今回は聞いて、動画を終わらせていただきます。はい、長い間ご清聴ありがとうございました。